終了後の山口監督の笑顔が本当に印象的でした。この勝利にまず今どのような思い込み上げていらっしゃいますか？いや本当によくやってくれたと思いますし、最後まで諦めないところが出たので、もちろん逆転されてちょっと課題はあるにせよ、日頃の積み上げがこういうところに出たと思うので、選手には感謝したいですし、厳しくも接している中でしっかり反応してくれるっていうのは今後の糧になると思うので、そういう意味でも大きな勝ちになりました。まず試合振り返ると、前半のところ先制にも成功しました。前節の反省点というところしっかり活かせていたという印象なんですが、いかがでしょう？そうですね、ボールを握るというところ、相手を見るというところはやっぱりチャレンジしないといけないなと、あとは、プレスの仕方、そこへの、準備からのなんですか、連動というところは組織で戦おうと話をしてた中で、本当に前半はパーフェクトと言ってもいいぐらいの試合をしてくれたので、逆転されたところに課題はあると思いますし、勝ちきれましたけど、そういうところは、今後修正していかないといけないと思います。逆転されたところに課題はあるというものの、監督がおっしゃっていたその最後までゴールに向かうというところしっかり示して、リーグ7試合ぶりの勝ち点3です。いや本当にたくさんの応援をしてもらいながら結果で示すことができてないので、この一勝だけではなくて、今後もまた皆さんに返せるようにやっていくだけです。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。